杉並ニュースの時間です。こんにちは、平原沖恵です。今週は振込詐欺の根絶に向けて行われたイベント、そして自宅での転倒を防ぐための講座についてお送りします。それでは最初の話題です。自分や周りの人が振込詐欺の被害に遭わないよう、詐欺の傾向や対策を知ることが大切です。2月7日、勤労福祉会館で振込詐欺の根絶に向けたイベントが開かれました。特殊詐欺とは、還付金詐欺やオレオレ詐欺など、直接対面せずに金品を騙し取る詐欺の総称です。近年、この特殊詐欺の被害件数、被害額は高止まりし、大きな社会問題となっています。こうした詐欺の根絶を目指し、区と警察署、防犯協会の合同で、振込詐欺根絶集会が開かれました。会場では、区内の被害状況や被害を防ぐための心構えなどが紹介されました。まず昨年1年間の杉並区内における振込詐欺をはじめとする特殊詐欺の被害ですが、認知件数は82件であります。前年比でプラス5件、被害総額は約3億8000万円で、前年比プラス約1億2000万円に上り、先ほどお話があった通りですね、空き巣やひったくりは減少傾向にあるんですけれども、この特殊詐欺は増加傾向にあるということでございます。詐欺の手口っていうのはもう本当にこう多様化かつ巧妙化してますんで、こういった特殊詐欺っていうのはこう、お年寄りだけの問題じゃなくて、本当にこう若い世代も私含めてですね、誰でもがやっぱりもう起こりうるってことですんで、本当に何て言うんですかね、注意してって言ってもなんですけど、一回こう伺ってかかるぐらいがちょうどいいんじゃないのかなというふうには思っています。実際に杉並区内でどのような詐欺が発生しているのか、区の職員に聞きました。傾向としましては、最近は区役所の職員になりすまして、還付金がありますよということで、ATM 等に誘い込んでですね、現金を振り込ませてしまうような還付金詐欺が多いです。やはり日頃からご家族ご近所の方で、振り込み詐欺に騙されないという話をしていただいてですね、いざという時にもしかしたら騙されているかもしれないと感じていただくことが大切なんじゃないかと思っています。イベント会場ではお笑いタレントのアントニオ鯉ノ木さんも登場し、振り込め詐欺の手口を実際に知ってもらおうと寸劇を披露して詐欺の根絶を訴えました。実際本当にいつかかってくるかわからない、明日は我が身かもしれないということは本当に皆さん肝に銘じてね、これからね気をつけていきたいなと。いくぞー、根絶だー、根絶だー、根絶だー。いざかかってきたらどういうふうに対応するかなっていうのをちょっと勉強になりました。皆さんに申し上げておきましょう。ね、私だけじゃなくて、とても良かったですよ。何回もやった方がいいかもしれませんね。一回だけじゃなくて。留守番電話などを活用し、相手を確認してからかけ直すことも有効とされています。常に心の準備をしておき、詐欺から自分自身を守りましょう。では続いての話題です。4人に1人が65歳以上の高齢化社会を迎え、高齢者による事故が増えています。事故を未然に防ぐためにはどうすればよいのでしょうか。高齢になると筋力や認識能力の低下から、立ち上がるときや物をつかもうとするときなど、一見何でもない動作でも転倒しやすくなり、転倒によるけがが寝たきりの原因になることもあります。
高齢者の事故のおよそ8割は住宅内で発生しているため、自宅での転倒を防ぐことが特に重要になります。2月15日西荻南区民集会所で自宅で安全に暮らすための講座が開かれました。講師を務めたのは作業療法士の船谷俊明さん。家庭内の危険な場所や転倒を防ぐための具体的な方法が紹介されました。一般的に多いと言われているのが居室であったり寝室、あと階段が多いかなというふうに言われてますね。具体的にこたつのコードにとかストーブのコードに足を引っ掛けたり、あるいは新聞紙で足を滑らしたりとか、そういった方のお話は聞いたことがもちろんありますね、はい、また頭の位置が動作の前後で大きく異なる場面では転倒の危険性が高まります。こうした場所では置くだけタイプの手すりや突っ張り棒タイプの手すりを活用すると効果的です。都営住宅とかでどうしてもまた現状復帰しなければいけないので壁に手すりがつけられない方とかはこれをつけておられる方もおられましたし、一旦これで試してみてやはりここにあれば上り下りも便利やし安全、じゃあここに実際に壁に手すりをつけようかっていうこともする場合がありますね。身近な道具である杖にも転倒を防ぐためのポイントがあります。グリップの形がいろいろありますので、ここは持っていただいて決めてください。杖に関しては何センチだからこれがいいですはやっぱりないですね。やはりこう握っていただいて、それで私は握りやすいっていうのが決まりです。重心が大事なんですよ杖は。今例えば重心っていうのはどこでバランス取れるかなんですけど、今ここで取れてるじゃないですか。でこの重心が少しでもこちらで取れれば取れるほど杖は振り出しやすくなるんですよ。下になればなるほど重たいので、だから軽さも大事なんですけど、この重心も大事です。また杖の先端にあるゴムがすり減ると滑りやすくなり危険であるため、こまめに点検・交換することの重要性などが紹介されました。91歳の一人暮らしの母がおりまして介護してるんですけど、重心がちゃんと手元にあった方が楽だっていうのを初めて知りまして、今日のお話を参考に本人にやってみようかなと思います。家の中では実は危ないところがたくさんあるよっていうことであったり、あと寝室ではそこで夜間トイレに行かれる時にも転倒っていうことが多いですので、そこを意識していただいて、少しでもこけてからではやっぱり遅いんですよ。遅いのでこけて骨折して、それからちゃんと準備しよう、それではもう遅すぎますから、こける前にちょっとでもなんか危ない目、いわゆるヒヤリッとした瞬間からもう準備をしていただけて、いろんな道具とか、便利なグッズっていうのがありますので、そこでちょっとでも危ないと思った瞬間からもう準備始めていただきたいと思います。自宅での転倒事故を未然に防ぐためにも、身の回りを今一度点検してみてはいかがでしょうか。続いてはワンポイント手話リピートです。このコーナーは音声がありませんので、皆さんしっかりと見て覚えてくださいね。
さて、今週の杉並ニュースいかがでしたか？次回もお楽しみに。それではまたお会いしましょう。